それではよろしくお願いいたします。まず今回のトラブルに関係して大変ご心配をおかけしていることをお詫び申し上げたいと思います。昨日来貯水槽のタンク、こちらの方から漏洩があるということでご案内しておりましたが、状況等につきまして、最新のところまでの情報でご案内を申し上げたいというふうに思います。タンクの漏洩状況の確認でございます。で、今回の確認のポイントといたしましては、漏洩を生じているタンクというものが特定されたということ、これは裏面の方でご説明しますが、ナンバーの5というタンクでございます。それからタンクからの漏洩量の総量が、推定されたということ、これは、総量で約300リットルというような量になっているということ、300立方メートルですね、という量になっているということが、確認されたということ、この2点が、メインでございます。海への流出の可能性ということに関して申し上げますと、流出の経路となりますのは排水路ということになっていきますので、こちら、側溝の中に残っている水を確認しましたが、先ほど申し上げたとおり、濃度としてはさほど高い状況ではなかったということでございますので、こういうものが直接出ているというような状況というふうには見て取っておりません。ただ現在調査中でございますから、さらに調査を進めてまいりたいと思います。タンクからの漏洩というのは、過去4件ほどございます。こうした中で今回の漏洩量規模というのは最大というふうに考えてございます。